なんかねトラブル起こして怒ってでそいつのことをあの最近の若いやつはとかあの今時のあの若いやつはっていうわけですよであとはあこれだからあのゆとり世代はみたいなあ言葉昨日の6音そうそうあの昨日のあの録音ですそうあの あの昨日の話なんだけど、その昨日はえっ、ー、と <laughs> あの放送を放送はの間際にね、あの触りの部分だけ話そうかと思ったら、<laughs> なんとあの全部喋ってしまったんですよ。全部あの,あの,あの喋ってしまった挙句にこうあの癖なんですよね。あの残りの放送時間をあの見てて、きっちりねあの終わらせちゃったわけ。だからちゃんと。 あの別に取りたかったんだけどうんだからまあそのえね最近のあの若い者はとかあのこれだからゆとり教育はとかね言うんですよであのそれがどういう意味合いなのかっていう話なんですよねでこれがあのえっとよく聞くのがえっと怒られた人があの仮にねあの何かあの まあ、あのミスをした人が A, A さんだとしますよね、あの仮に。で、A, A さんがあの言われてるのに、全く関係ない、たまたまその近くに居合わせた B さんが怒ったりするんですよ。そのあのゆとり世代というふうにね、ひとくくりに、えー、としてほしくないとか、あとはあのゆとり教育をしたのは、あの今の大人たちだろうみたいに言うわけなんですよ。 であお前はバカかとお前は日本人かと思ってしまうんですよでこの言い回しっていうのがあの日本にある古くから、えー、と存在してるちょっと特殊な表現方法で本当はそのトラブルを起こした A さんに言う 言ってることなんだけど A さんに対してあの直接あのものを言うとあの角が立つわけなんですよで。直接言うと角が立つので、その A さんが えと所属しているグループ、まあ、強制的にあのできますよね。例えば、ゆとり世代とか、若者とか、もしくはあの今年の新入社員みたいな形で、その人がえと所属しているグループがあるわけですよ、いくつか。でそのグループ全体をあのあのまとめて言うことによって、てうん、それであの言っていることは,あのらは和らげている。そうそう、それです、それが。 えっときつい言い方をあの大きくあの含ませて言うことによって言葉をあの柔らかくした言いしし言い方なんですよ。海地さんは声がはっきりしてるから。うん、あのこれがあの日本語のえっとだからえっと、えっと、例えば段階の世代は。 それよりも上の世代から、上の世代から、例えば戦争を行ってたの世代の人たちからねああのあの言われてたわけですよ。これだから段階の世代はとか、戦争をねあの知らない世代はってあの言われてたわけですよ。だからあのそれと一緒。だからそれがたまたまあのゆとり教育っていうのがあって、 それであのひとくくりにされてるだけでえっとただ、その場合使ったのは A さんに対して言ってるんですよだから B さんは関係ないんですよ、何にもでそれを関係ない人が怒るんですよ、その言いい言い方をするあの人に対して。 戦前派、戦中派、戦後派と三分割だったみたいです。わら<う>ゆとり世代派って数年前から言われてますよね。うんうん、でもご飯の炊き方も知らない子を育てるのも大変。だからそのあのゆとり世代ってじゃあどっからどこまでなんだっていう話もあって、えっ、ー、と例えば俺が今三十六歳で、えっ、ー、と俺があの学生の時から。 えと土曜日が月1回お休みになったりちょっとずつあの変わってきたの世代だから結構あの幅広いはずなんですよあのゆとり教育っていうのがあの始まりだしたのって急にあの突然ね、ねじゃあ明日からってなったわけじゃないからちょっとずつちょっとずつシステムが変わっていってるから結構な年齢層がいるはずなんですよ。 えと若い人たちに使ってるわけじゃなくて、えー、と年寄りに対しても言,う言ったりするわけですよでで。それも昨日言ったけど、例えば運転してて、あの要はね、あの70歳ぐらいのね爺さんが、赤信号、あちは青信号ならいい,い,いけど、えーと、歩行者信号が赤なのに、あの飛び出してしあの、飛び出してくると、当然ね、怒るわけですよ。なんで突然飛び出してきやがってと。 これこれだから段階の世代はっていうわけですよ。でそれは単なる言い回し、そのじじいに対してねあの直接あの,あの窓を開けて、あの窓を開けて、お前、じじい何やってんだよって言うと、もちろん喧嘩になるだろうし、あの仕事中だったらね、それはのトラブルのもとだから、だから、ああのま要はあの独り言のようにあのつぶやくわけですよ。そううい これだから段階の世代はとかで。本当はその段階の世代とか、あの、まあ、えっ、ー、と、何でしたっけ最近のあの若い者はみたいな、えーと、グループ分けはあのそもそも関係ない。たまたまその人が、えー、と含まれてるであろうことを言ってるだけであって、でその言い回しがなぜわからないのか、か全く起こるところじゃないはずなんですよ。 あのむしろ言い方があの柔らかくなってるっていわることなのにその人だけのことなのに、うん、そう自分の世代は違うということには結びつかない、うん、その辺のところがねあの向きになって怒る人が、えー、と特にあの若い人。うん であのいろんなあの各世代があの言われている違うグループからあの言われることなんだけどそんなね怒る話じゃないはずなのにもうあのこれだからゆとり世代はってあの言われるともう劣化のごとく起こる全く関係のない第三者なるほどそう なんで怒ってんのって話になんですよ。新卒二人来たけど、一人は優秀だったよ。一人は無断欠勤して首。だその特殊な日本語の言い回しについて、その勉強するとかしないとかじゃなくて、あの普通にあのわかりませんかっていうこれだから生主派。うん、そうそうそう、そういうそうそういうね使い方なんですよ。全くその通りでいう。 言って、いや、俺も生の主なんだけどって言って、あの怒らないでしょ、普通。あの言われますよ、れすよそれはね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、そのそういうふあの形で言う言こ、ね、言うことによって、あのその人に直接こう言って、あの角が立つのをあの和らげてる言い方なんですよ。うん、そう、本当ね、そういうそう。 あの、だからね、あの、所詮、放送、あの、生放送なんてやってるやつはとか、ねどうん。動画を上げてるやつは、なんて言われるでしょ、うんですよ。けど、別に、全員のことを言ってるわけじゃない。人自体、血液型だの、セパレートするの好きなんだろうね。自分はゆとりって何なのかが分かってないです。うん、これだから、うん、キッズリスナーは、仲間意識というか、かばってるつもりなんでしょうかね。うん、だから、ちょっと。 あのまあ、外国にあるのかどうかわからないけどあの特殊な言い方であることは確かなんですよ、えっと、ただそれがあの普通にこうあの日本であの生まれて育ってるあのだけでわかる気がするんだけどわかんないのかなって思っちゃうんですよね、まあ、あの他にも調べればその特殊な言い回しっていうのが えとかなりあるはずなんですよねあの例えばあの貸し折り持って行ってお客さんのところとかこれだからアジア人はとか黒人は、うん、というパターンがありますねあ<ー>そうですよねはい。うん、あのかといってじゃあ,あのアジア人が全員ねあの悪い人なのかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか あの例えばあの菓子折り持っていくときにあのつまらないものですがとかよくあのお歳暮とか本物かなはい、あの本本物ですね、本物の勇者さんですね。ねあのお歳暮とかあの渡す時とかにあのつまらないものですがとかね、何かあの渡すときの,の,のつまらないものですがとかも。 えっと特集、日本語でさっ、ねうんうん、のこれだから最近の若いやつはって言ってるやつの方がってこと、うん、いやそれはね、いい俺、あの思うんだけど、たぶんどっかで聞いてるんで、そういう、それをだから、一番最初に使った人はあの誰だかわからないけど、こういうのってあの広まるのね、あの要はね、あの 伝染すするんですよ病気と一緒で、あの風邪とかといっ一緒で、例えば方言なんかが、がうん、例えば関西弁とか、<は>ねあの,あのちょっと特殊な方,方言とか、えー、と誰か一人が使うと、あの周りの人も使うわけなんですよ。でであのそれと一緒で これだから最近の若いやつはっていう何回か聞いたことのある人は、えっと、自然とその,あの言葉があの出てくるんですよあの自分でも使うようになるんですよ無職は犯罪率高いよね、うんうん、まあまあそんな、うん、お,、まあ、すおオタクが犯罪を起こすとオタク全体が悪いみたいな偏見もまあ当然あるんでしょうけどでその時にこれだからオタクはね って言われるかもしれないけど、ただ、全く関係ない。クレヨンしんちゃんの見過ぎじゃない、うん、<ら>全く関係クリオンしんちゃん、えっと何だろうクリオンしんちゃんって何なんだろうなん、えっと、かのつながりなの <laughs>、うん、だから単純にこれだから何々はっていうのは。うん 自分は使わないし使う人間になりたくない。これだから、うん、ミサイルを使ああ、そうなのえっ、ー、と、なんかそういうセリフがあるのかな、うん、理由を探して関連づけたいのかな、うん、いや、多分ついついそのそのあのあフレーズを使ってしまうんだと思うんですよ。あのなんとなくあの耳にあの残ってしまうあのフレーズ。あーあの、外れました。 あのよく使ってしまうフレーズ、あのその人が、そになんんあそうなんですか、うん、例えば、あの、えー、とあの身近にいる人があのよく使っているフレーズとかをあの自然とあの自分も使ってしまっている時とかあの別に意識しないでっていうのがあるはずなんですよ、でそういうのと一緒で、これがああのまあ、どっかで聞いたことのあるセリフ。うん これこれだから段階の世代はとかこれだからゆとり世代はっていうのをどっかで聞いてるから目玉焼きそうですねうんあとはうんなん何だろう、えー、と俺があのよく使ってしまう「あのなんとかでおなじみの」っていうのはもともとがあの」伊集院光が あの TBS のあのラジオで深夜のあのあの,あのラジオであのよく使ってるあのフレーズのあの言葉なんですよ。うん、であとはほらえー、っと有名どころで言えばあの木村拓哉があなんかどっかの地方の。 まあ一方言であったあのぶっちゃけっていう風にあのドラマかなんかで使ったらあ使ってますあのねぶっちゃけっていう言葉を使ったらそれが一気に広まってほらみんな使うわけじゃないですかあの俺は絶対使いたくないんですけど多分死んでも使わないんですけどみんなぶっちゃけって言うんですよだからなんかあの言葉は こうなんとなく聞いてた言葉をついつい使ってしまうから、キムタクがあの広めたらしいんですよ。あの広めたっていうか、なんかあのドラマかなんかで使ったんで、本気をマジと読み出したのは、うん、<laughs> のはそれはあの漫画じゃないですか、仕事りますあの不良のなんかあのな,なんかの,あの漫画で、本気と書いてあのマジ。 っていうタイトルなんですよね、うん、でもその「あのマジ」っていうのはこれはあのもともと本気っていうあの意味じゃなくて <laughs> これはあの江戸時代にあの流行った言葉で「えー、と真面目」「あの真面目の」のからあの「マジ」っていうのがあの来てるんですよ。<laughs> これです。あれあれ打ってたこれ。 あの真面目の要は省略文字あのそれはあの真面目な話かっていうあの言葉をあの江戸時代にあの流行って「あのマジか」って言ってたのが現代に続いてるんですよだからそれがねあの会話の中で。 会話の中で、<ー>えー、それはあの、マジっていう,いうのが、え、それはあの真面目な話なのか、ってあの本当なのかっていうあの言葉なんですね。そう、そうですよ。はいうんそうえー、とだから結構、あの古い言葉 最近作られたあの言葉とかじゃないんですよ。あの古くから、まああの優秀正しいあの日本語なんですよね。やばいってのも世代によって意味が違う。あ、やばいはねいつぐらいからでしょうね。知らなかったです、うん。あのやばいは分かんないですね。だから。 えと流行った言葉とかが一気に広まってしまうと、もう一般的になってしまうんですよね。あと、使い方として、あの昔の、えー、と女子高生が使ってた、えー、と超なんとか、えーと、超ムカつくみたいなあの言葉とか、は,はい、こんにちは、えーとまあ、超っていうあの言葉は漢字であるけど、 そういうあの言葉にはあの結びつけなかったわけじゃないですか。でも、超ムカつくとか、超腹立つみたいなえと言葉を結構、あの、おっさんとかもえと使ってたりするんですよね。結構年配のおっさんとかもなんかあった時に、超なんとかってね、あの自然と言ってったりするんですよ。だから結構ね、広まってしまうと、怖いもんで、もうあのそれが当たり前になってしまう。 あと、あの、あの日本語の、あの発音、あのもともとの発音と違うとか。えっ、ー、と、最近の例えで言えば。えっ、ー、と。あの彼氏、彼氏とか、あの彼女を。<laughs> そう、そう、おっさん、まあ、あのちょべりは、あの言わないですけど、あのさすがに。まあ、頭に超 <laughs> ベリベリ。そう。うん。<laughs> うん、<laughs> あ、それなんか、あれかな。あの、あのスマップかな。<laughs> うん 最近は年配のおじさんがびっくりぽん使ってます。びっくりぽんってなんですか、びっくりぽんっていうのは。それ,あれ <laughs> 間違ってても逆に突っ込みにくくなりますよね、はい、そうでみ、ね、い,いな感じになる。はい、<ら>ああ、しもさん、こんにちは。話ですはい、そうですねさ、はい、あの言葉の話なんですけど、うんでそのあの発音とかも、えー、とあの彼氏 あの彼氏じゃなくて、あの彼氏っていうのが。えー、びっくりぽんあの当たり前になってるじゃないですか。でも、あのそのうち、そっちが。ね、うん、そっちがあの正しくなってしまう。では、嫌味に聞こえないのは俺だけ。うん、あ、えっと、もちろんね、そうそう、あのもちろんね、あの二十八個さんの言う、言う通り。そう、えっと、それはね、あの嫌味で言ってるんですよ。あの、もちろん。あのもともとは。 うん、これだからゆとり世代はっていうのはもちろんその A さんに対しての、まあ、A さんっていうあの,あの方がねあのミスを犯したら A さんに対しての,あの嫌味で言ってるんだけど、えー、とただその、えー、とゆとり世代全員には言ってないのねあのそこがポイントなんですよその、えー、と誰に向けて言ってるか A さんに対しての言葉なのだからただ A さんに直接お前はあのクソだって言ったら あの怒るし、あの下手したらあの泣くわけですよ。うん、そうえ,えっとだからそこが、あのその人に対してあの角が立たないようにと、あと,、えー、と、プラスアルファは、言ってる自分の悪意をあの消してるんですよ。言ってる側が、そいつに対してねあのボロクソ言ってしまったら、ちょっとね、あの後ろめたい気持ちがあるわけですよ。で それをあの消,す消す要素として、そ,のい,つそいつが例えばあのゆとり世代にあの含まれてれば、これだからゆとり世代はって独り言のようにつぶやくんですよ。そういう、まあ、日本語独特なのかちょっとね、あ分かんないですけど、うん、そういう言い回しを使ってる。そうだろ、というより、そういうこと、そういうこと。そう、それ、それ、それんな、ね、うな、ん、の。 そうあの気持ち悪いのは俺なんですよ、気持ち悪いのは宗太郎なんだけど、うん、でも宗太郎は気持ち悪いって言うとね、あの喧嘩になるから、これだからニコ生の法数の城、気持ち悪いんだよって言ってくるでしょ、そこなんですよ、でそ,うそうすればあの、聞いてる本人もね、俺も、あ、えっと、俺だけじゃないと、あの他にも気持ち悪いやつがいるんだなと思うわけですよ。 うん、でその辺のねあのやり取りなんですよ。うん、あの関西人も一くくりにされてる、あーなんかそういうのもあるかもしれないですね。うん、あとはほら、えっと発音とかもさっき、ね、あるって言ったけど、あと、ね、もう一個ね、ねえー、っと,、えー、っと文字の表記。 俺がね、ちょっと前も言ったね、すごいあの気になってしまう、えー、と文字の表記。前は、えーと、メインディッシュとか、えーと、メインイベントって言ってたのを、あの今、メインって言ってるでしょあのテレビ局とかで。メインイベントとか。前は全部、えー、とメインイベント、えーと、メインディッシュとか。そう言ってたんですよ。メインって言ってたのに、あの今、 あのテロップねあの気になってたでしょ？あのテロップとかで全部でアナウンサーが今回のあの、えー、とメインディッシュは何ですかってメインって言,言ったのにそのえっ、ー、とテレビのえっ、ー、と、ね、テロップには、ね、そうメインって書いてあるんだよ必ず。 な,なんかそれは統一されて、じゃあ、メーンっていうあのことにしましょうっていう風になったのかもしれないけど、えー、と僕らの世代からしてみると、気になって気になって、仕方がないんですよ。でも、あのテレビとかで、メーンって言ってると、もうあのそれが当たり前になっちゃってて、確かにうんで最近のあの若い人は、もうメーンって言ってますよね、あのおそらく、ちょっとあの確認取ったわけじゃないけど。だかららあのえっと俺らの俺世代は えとメインディッシュとかいうふうに言うけど、あの、若い人はもうメインって言うんですよで。これもね、すごい違和感があるけど、あの広まったら早いうちのお父さんがテレビ見ながら、うん、メインってなんだそうでしょそうそうそう、そう、ねそう思うでしょ、うん、もうね、メーン、メーンって言うんですよ。 でなんかね、アナウンサーとかも注意されてるみたいなの英語の D、ああ、そう、そうそう,そう,う、あ、まあま英語の D はね、俺は昔から D って言,言ってて、まあ、えっ、ー、とデートはあの言わなかったけど、あのカメラをあのキャメラっていうでしょ、メーンって、いや、いやあのそ,れはあのそれはメーンでいいんじゃないのかな。 えそれ、剣道の面打ちするときにさ、さのメインメインって <laughs> あの言わなかったよね、それは確かに。あの,あのそれは <laughs> あの昔からメインなんだけど、ほら、のテレビ局の,あのカメラマンをさ、あのキャメラマンとか言うじゃないなた、うん、あそうそう、なんかそういうやつですよ、だから勝手にこうその時の流行によってあの変わってしまう。ディズニーランドと、うん ディズニーランドの違いって大でありますよね。でまあ、どっちが正しいっていうことがはねあのないんだけど、まあそういうほらあの変わってきちゃうんだよねあの言葉が、うん、であのでみんながあのディズニーランドって言ってたらみんなあのディズニーランドになっちゃうしあのそのうち。だそれと一緒でこれ、えー、これだからゆとり世代はってあの誰かがあの広めるとみんなあの自然と使ってしまうんですよ。代わりに長登録されているのが。うん メインらしいああそうなんだ、あえー、とそれでじゃあそっちに統一しましょうっていうあのことになったんだね、多分ねあのテレビの表記とかがね。なるほどね。うん、なんまこういうふうに、なんだろう、あのメディアとかで操作されてしまう場合もあるし、 あの自然に、例えばあの木村拓哉が言ったあのぶっちゃけみたいなの,あの言葉がね広まることもあるしで、そんなのと一緒だと思うんですよ、そのこれだから段階の世代はみたいなね。のえっと、野郎のテーってなんだっけそれそれなんかあのジョジョとかのやつ、ねあ行け。もう一度、コぎだぜ。勝負の大会へ勝つんだ。 もう一度。えー、あまあまあ、そんな、あ、あの話ですよ。まあ、えっ、ー、と、言葉のね、面白さというか。ねえ、あの違和感もあるし。だから、あんまり、そう、あの。であのもともと、怒る言葉じゃない。ボーリーグなのに、ボーリングと言ってしまうのとか。うん、うん。ああ、そうだね。うん。な、あんまり、あの。 周りの,あの部外者が怒る言葉じゃなかったのに、ね、ちょっとあのゆとり世代はってあの言われると、なんかちょっとあの過剰反応で怒る人がいるっていうね、話。うん、日本文化についてのなかなか良い話でした、<う>おつんつん。はい、じゃあ、これで終わりにしましょうか、おつですはい今晩も、ね、仕事、あの早いので。うん、はいじゃあどうもありがとうございました。